また重症化リスクが低く保健所への発生届対象外の感染者の中で陽性者フォローアップセンターに登録したのは今日までの1週間でおよそ6割であることが分かりました。4割ほどはセンターに登録していないとみられます。